今日も便利な替え日をご紹介します。このファとソのトリル結構出てきますけど、普通にやるとまあまあめんどくさいですよね。そこでおすすめなのがこの指、ファを押しながらソシャープのキーで、なんとファとソのトリルができちゃいます。もちろんソの音の音程感とかちょっと微妙にはなっちゃうんだけど、速さを求めるときにいいですよね。あ、ちょやりすぎです。ぜひ試してみてください。